桜桜今舞い落ちる切なに散りゆく定めとしさらば飛ぼよまでとも惜別の時飾らないその笑顔で今君本当合唱団だったの過去音痴今僕の10段階ぐらいしたぞ音程の捉え方やばいもうじゃああと聞き直そう知ってる歌にしてくれ桜知ってだろ森山直太朗だよ直太郎よおいもうそれ知らなかったな若干な結局桜が散っちまったいと思いまして今年も行けなかったなもう雨で散っちゃったよ今日ねこの場を借りて桜をねみんなに見せてあげたいなと桜桜どうよこの桜無視ということで決して歌をに乗ってはくれないんだねこれね桜マップをねちょっとダウンロードさせていただきまして桜は何でもあるな桜マップそう桜に乗れるぞおおお茶会もしながらねお茶会はいお茶会用のいやもう行きたかったなまだいけるんじゃないかいやもう完璧散ったダメあ今日の雨で完全散っただってもう 緑がかってた全部木が緑じゃもうダメだなで北海道でもう散ったってことは、うん、日本全国散ったでしょもう無理でしょ、うん、終了ですね、はい、きついな、まあ、この場で少しでも桜の花見気分でいやー今年も花見ダメだったか来年こそあるお来年生きてっかわかんあいろりみたいなのあんね掘りごたつあるんだよそこ入れるよ火のとこ団子屋だそう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 桜といえばやっぱり三色団子あ店の人になれねえなこれ三色団子だよな違ったあの赤緑白の三色団子、花見といえばあ違った花見って団子だろ確かそういう漫画のタイトルにもなってたはずよ花よりなんだ団子的な花より団子はいよろしいおどうもじゃあ一曲はいなんか桜っぽい歌を一曲リクエストしようかどうせご飯は出てこないんだしカッチャーカッチャー桜やっぱりね指揮者なぜ指揮者だったのかというところがよく分かる感じだったななぜ合唱団入っててずっと棒振りをやってたかというところが非常に分かりやすい声変わりするまではね美声だった美声でうますぎたんだけどねえ声変わりしたら音程全部ダメなのおかしくない声変わりして自分の声の低さに落胆して練習いかなくなっちゃったからそう死を考えた首吊り一歩手前歌人生終わったなあまりにも声がブス言い過ぎだよ君声変わりしたのいつよ俺ね6年生中1ぐらいかな早いなえじゃその頃から喉仏出てきたの今もないんだ喉仏それはただ脂肪で奪ってるだけだろえそんな中学の時太ってなかったじゃんそれが俺本当に喉仏ないんだわない人うんどれちょっと探してみおないないでしょじゃあ低くなくない喉仏ないとないでもねの中にあるのかどんどん低くなって声え僕なんかこれあれよ帽子掛けみたいな出てるよバッコル出てる高校まで僕もなかった高校で急に出てきてハットかけになったね喉が大きくなってったんだそうそんなことあるでも喉仏はあった方がいいのかなかった方がいいのかどっちだろう結局関係ないんだあった方がかっこいいと思う男としては関係低さに関係ないんだろなくても低いんでしょどっち声あった方がなんか男っぽいなとでも女性はないじゃんほぼないはいそれホルモンの違いかなホルモンあるか僕のは後頭部だけ見えてる汚ねポニーだけ見えてるなもう少し前いいけど向こうにも遺跡みたいなあるねいいよな一般だよここ船もあってさあ、魚を鯉か。そう、魚も取れるし、いやー日本風のマップだな、いいな。